桑川駅は、新潟県村上市桑川にある、東日本旅客鉄道右越本線の駅である。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線のホームを有する地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。駅舎は、国道345号上の道の駅、道の駅ささか流れ、夕日会館に併設されている。駅入り口は北側にある。 夕日会館は一部3階建てで延べ床面積は907.7平方メートルであるがそのうち駅舎部分は43平方メートルであり、当駅の設備としては待合室の機能のみとなっている。夕刻には日本海に沈む夕日を見ることができる。景勝地、笹川流れに近い。村上駅管理の無人駅で簡易自道券売機が設置されている。 1990年頃まではカキのミ駅員が配置されていた。1985年までは出札窓口を開けて近距離の乗車券及び入場券を発売していた。2012年5月から駅及び駅周辺の美化活動を行うボランティアとして JR 東日本 OB に名誉駅長を移植している。新潟方面から当駅止まりの臨時列車が 運行する場合は2番線で折り返し運転を行っている。ありがとうございます。